はい、どうもジャックポットです。これ誰の、誰のこれ、それ多分、集まってあれから、結構喋ってるな。結構喋ってた、だらだら喋ったけど、まあ、解散、ということで、あのアンサー動画に対してなんかアンサー返す、なんか面白く返す気なかった。いや、あったで。 あったよ。いや、なんかその普通の返し方しても面白くないなと思ってたから、考えたりとか、あと今後のこと考えたりとか、いろいろしてたから結構時間かかったな。そう、だからもうそれだったら、いや、俺連絡してんや、連絡してんけど、これアンサー返さんと、俺に突撃待ってるんかなみたいな、分からへんかって、ほんで家行こうとしてんや、家行って言ってたら、いや明日はちょっときついからじゃあ今日はきついから明日にしてとか言って、ちょっとならなと思ったけど。トモ君どうですか？僕は反対ですけどね。でも解散したからと言って、はい、一瞬動画撮らへんような形になるっていうわけでもないから。まあ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 、今日だって久々、今日めっちゃ久々に、まあまあ、多分リアル1ヶ月ぐらいかな。そんな経つ？多分経つんかな。まあ、逆にその例えば解散したからって撮らんわけじゃないっていうやったら別に解散しちゃうんでよくないと思ってたんですけどね、僕は。まあいろいろ兼ね合いがあると思うんですけど。兼ね合いっていう兼ね合いはないのかな。だから別に解散っていう感覚でもない、なんかこう俺の中で別に軽い感覚やから、なんかこう解散っていう感覚でもないし、って感じやな。まあ、YouTube はまあどの道も前からその心理が YouTube ある程度一人でやってたから、もう心理がやっていくっていう感じやったから、まあ俺それはそれで全然良かった、でも俺心理はもう TikTok やっていくんかなと思ってたから、これからどうするんかよね。まあ俺ら3人はどうしていくんかっていうところなんやけど、まあ、まず俺からはバーをまずそもそ もう今年でやめようかなと思って、そう今年でやめる。で、あとその何したいかって言ったら、まあ、TikTok と、まあ、YouTube チャンネルもあの作ってんや、だからまたそのゼロから、まあ、YouTube もやっていこうかな。サブちゃんは使わん。ゼロからね。俺は、まあ、変わりないけど、まあ、一旦 YouTube とりあえず頑張ってみて、って感じかな。あとラーメン屋さんもね、俺ラーメン屋さんは何やっていくからって感じかな。トモ君は？僕はもともと音楽好きで、まあその音楽とかアーティストとか、まあ、最近ちょくちょく作っていってるんですけど、まあ、それができたらいいなと思ってて、まあ、その明確には分かってないですけど、まあ、できればいいかなっていう。ヒップホップシーンを盛り上げていくみたいな。いやいや、そんな偉そうに言わない。何言えない。だってでもそれぐらい言っといた方がいいからね。だってラッパーなんかそのそれぐらいなんか俺が背負っていくぐらいのヒップホップ界を俺が盛り上げていくぞみたいなぐらいの方がいいんちゃう、まあ、頑張れれば。いや、そんな自信ない感じやめよう。売れ出したら僕めっちゃ生きるっすよ。風邪切って俺が盛り上げたいって言うんですけど、まあ、売れてからっすね。売れる前から生きとかな。売れる前から生きとかんと。そんな感じで各自、そういう感じでやっていくっていう。 YouTube 何どんな感じでやるいや、そんなのマジで見えてないな。いろいろやっていって、まあ、いつも通り俺のいろいろやっていって、当たったらそこみたいな感じでいくんちゃう。あ、まあ、いろいろちょっと試したいけどな、なんか、どうやったっすか。じゃあ、 あの1回目解散したじゃないですか、ジャックポット、まあ、そこから2人でやっていくってなって、みんなで1個のやりだしたじゃないですか、あっからどんな感じやったのかなって2人は。いや、なんかほんまにこう、やっぱりぶち上げるつもりではやったんですか、最初から。そうやね、最初でも結構気合が入ってた。気合が入ってた、最初はね、なんかほら、ほんま定期的な訪れるもん。最初は気合を入れてたんだけど、ドッキリとかやってたりしたら、なんかこう、あ、またこのジャックポットのあの的なドッキリのループやなみたいなのに陥ってもうね、俺らは。しかもドッキリでまた再生戻ったしな。そう、ドッキリあの10連発とかやって、ちょっと違う形での10連発をやって、まああれを多分やり続けてれば、多分結構再生数はまだずっと取れるはずやねんけど、でももうまたこのループ、毎日毎日このループに入るんかっていう
なんかほんまにでも2人ともそっち選ばれへんかったよ。そうマジで選ばれへんかったよ俺らは。いやもちろんこの心を殺してさ、うん、そのそこにずっとやるのもいいねんけど、やってたらそれはまあ稼げるしね、うん、お金も。でもなんかこうそうじゃないよなってなってもだるな、やっぱり旧ジャックポットで1回経てすもんね、うん、あれがなかったらあのままいったじゃない。あれがなかったらあれがあの毎日が楽しくて、うん、ずっと多分あれやってたと思うね。何年間かハマって一回味わってもうてるところ、そう味わってもうてるところをもうまたこのループこのもう4、5年これやんのみたいな。そうだから4、5年やってんのかな。4、もう5年ぐらいやり続けたから。ドッキリの時だって再生数結構戻ってきてたもんな、うん、すごかったっすね。なんかこう乗らへんっていうか乗り切らんかったいや乗ってたんやけど乗り切らん、どっちとも気持ち乗らんの無理やから絶対。そうやな、なんかちょっとしたストーリーみたいなのやってたやん。なんか高知県帰ってさ俺が畑仕事してるみたいな。まあ、ガチやから。おいガチ言うな。あれは俺結構好きかもな。まあまあまああんなん楽しかったな。ドッキリをやればいけんねんけど、うん、そこにこう行ききられへんかったな。もうその話し合いは何回もしたもんな、うん、何百回したから。ドッキリまたやっていくかっていう。そうでもいややっぱちゃうな。そうもうドッキリやろみたいな。でもやり始めて繰り返してちょっとなんかこうの繰り返しだったから、だからこっからもうそのビジネス関係みたいなのが、うん、ビジネス関係とかもなんかこうそういう関係もじゃなくなるから、ね、友達みたいな感覚になるからなんか楽しくなる、うん、俺はな、まあ、それはあったかもな、うん、じゃあほんまに友達に戻れるって感じだから、まあこれからのことについてはまあマリンパッパのカメラマン面接行こうかなと思ってるから、マリンパッパでカメラマンさせてくれませんかっつって。で、心理はもうこっからさらにもうほんまに一人やからね。そうまあ俺もそうやけど、その一人やからさらにこう集中できるかもしれない。逆にこう YouTube とかにそんな感じでもない。どうやろな、分からへんな。なってみやろうか、うん、頑張っていきましょう、うん、お互いな。トモ君、はい、トモ君はラッパーになって東京ドームでね、東京ドームでやるやろ、絶対。ブー頑張りたいですね。ブーって言うさ、トム君が言ってる未来が見えるもん。トム君、ブーって言うスクルスクルとか言ってる、トム君頑張りたいですね。なんでそのテンション低い、トム君。悲しいじゃないですか。トム君、ほんま、ライブ呼んでな。はい、そうですね。トム君もライブとかするんちゃう。でもリアルになんかどっかでおしたいですね。なはい、一番いい席用意してきます。お金払ってくださいね。なんて言うで、なんかその時なこのチャンネルでトム君のライブ行ってみたみたいな、ぜひとかたまにいいや上げてみたりとかね、そんなんともいいと思うし、もう勝手に前のチャンネルでトム君のねライブ行ってみたなっつってそうですね、上げてみてもいいし、まあそんな感じで、うん、まあこれからお互い頑張っていきましょう。頑張っていきます、うん、まあでもこれで解散動画上げてもまず次からタオバ君のシーンが映ってる動画が普通に上がるってことですもんね。そうそうそう、まあ、これで終わりとかじゃないんで基本全部やる、ね、おー基本全部で解散する意味ないやったみたいな基本全部、まあ、そのチームなんかジャックポットとしての、うん、そのメンバーっていう形はなくして、うん、普通に友達としてやっていくっていうことですもんね、うんうん、だからまあお互いもうその自由やから自由に、うん、でもこれもめっちゃ自由なんと思う、no. いろんな意味で俺だって、うん、俺からしてもさ、うん、もうほんまマジ何も考えることないから、そうやで、もう、ま、変な話マジちょっとぶっ飛べるからさ、うん、そうやな、だからもうほんまにマジでぶっ飛んだことやってんなっていう友達になれる、うん、いいよこれはもう結構プラスやからね、うん、ほんまに多分ほんまに YouTube を楽しく撮れる自信がある、うん、ほんまに楽しめるんだなあ。YouTube 楽しみに、絶対楽しくなるから絶対楽しみマジで。そんな感じで、はい、まあ、頑張っていきましょう、はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。